それ久しいな、二人とも。息災だったか。いやいやいや、ショーリー、お前がなんでここにいるんだよ。悠々と闊歩するのであれば、目先のものだけにとらわれていてはならない。自由で豊穣なる風の国、実に良きところだ。だが、ここでお前たちに会えるとは思わなかった。行幸だな。では、塩化茂り場で一杯入れてもらおう。濃いめで頼む。これじゃあ注文とは違う飲み物だ。作り直そうぜ。安心しろ。透き通る茶の色は美しく、口当たりも甘く芳醇。そして後からカカの香りが広がっていく。実に見事だ。おお、勝利はお茶を飲むにしても他の人とは一味違うな。おいらだったらごくりと一口で飲んでうまいくらいしか言えないぞ。丁寧に心から味わうことは、茶を入れてくれた人に対しての敬意でもある。いい茶とは滅多に出会えないものだ。そしてその茶で人を喜ばせることができるものは、さらに貴重な存在と言える。そっか、なるほどな。じゃあお茶の味わい方をオイラにも教えてくれよ。まずは匂いを嗅いで、それから飲めばいいのか。ああ、そうだ。茶葉にはそれぞれ特徴がある。茶を飲んでいくうちに、それが自然と分かってくることだろう。茶の香りを嗅ぐことで、その良し悪しも多少分かるようになるはずだ。湿った匂いと強く焦げた香りがする茶は、質の良くないものだ。一方、甘美でまろやかな香りがする茶は、質がいい。よりこだわりたいのであれば、リーウェに古くから伝わる品香灰を使うといいだろう。これは香りを味わうための専用の茶器だ。どうしよう。なんだかこれまでずっとお茶で損をしてきたんじゃないかって気になってきたぞ。気にするな。学問とは奥深いものだ。いつ始めようとも遅すぎるということはない。初めてであれば、まず湯の色を観察し、そして香りを楽しみ、最後に茶をいただくといい。浅いところから入り、徐々に深きところへと歩を進めていく。これはあらゆる物事に通ずることでもある。リーウェの北西にある行栄荘は茶業で有名だ。機会があればそこへ行ってみるといい。ただ今日話したことの大半はリーウェの伝統を重んじる俺の習慣に過ぎない。茶を飲む習慣や文化は地域によって異なるものだ。異国の地では
その土地の習慣を尊重すべきだということも忘れないでくれ。オイラ完全に理解したぞ。覚えられるかどうかは怪しいけど。礼を言おう。このようないい茶を飲むことができ、足を運んだ甲斐があったというものだ。もしいつかお前が茶館に立つ日があったら、必ず俺も行こう。でもオイラたち忙しいし、茶館で働く暇なんてないかもしれないぞ。いずれにせよ、機会があれば俺は助力する。さて、今日はこのくらいにしておこう。お前たちの仕事がうまくいくよう祈っている。ふん、代金はいつも通り往生堂に請求しておいてくれ。じゃあな、同社にもよろしくな。会えて嬉しいわ。まさかこんなところで会うとはな。私もリサと同じ気持ちだ。もうこんなところだなんて。酒場は体を休めて楽しむにはぴったりの場所なのよ。はあ、可愛い子ちゃんには想像できないでしょうね。私がどれほど苦労して仕事に追われているジンを椅子から立ち上がらせたことか。それにまだ来たばかりなのに、ジンたらもう心配した表情をしているし。リサ、そうだな、ジン団長は代理団長だし、騎士団のことが心配になるのも仕方ないよな。でもせっかく来たんだから楽しんでけよ。ほら、こいつに美味しいドリンクを作ってもらえ。飲めばきっと気分も明るくなるぞ。はあ、息抜きの仕方を学ばなきゃいけないのはジンだけよ。かわいこちゃん、ロマンティックオーダーを一杯いただけるかしら。サイズはミディアムで甘めにしてちょうだい。ジンは何にする？ああ、私はコーヒーでいい。同じミディアムサイズで頼む。ジン団長、普段からコーヒーばっかり飲んでるし、たまには他のにしたらどうだ？ありがとう。だがやはり眠気を覚ますようなものが飲みたいんだ。あ、頼む。これじゃあ注文とは違うの。
この甘さちょうどいいわ。ああ、コーヒーもコクがあって苦味もちょうどいい。リサが言ったことを私も理解はしているんだ。え？最近自分の足りない点をよく反省することがある。仕事の効率も能力もあらゆる面で改善の余地があると。私のストレスがきっと知らない間にリサにも影響を与えてしまっていたんだろう。え？そうね、ほら、可愛い子ちゃんだって分かっているみたいよ。あなたがあまりにも疲れた顔をしていたから、一緒にお酒やお茶を飲んで楽しいことで息抜きをしようと思っただけ。それなのにここでもあなたは仕事のことばかり考えているんだもの。そんなんじゃ私だって悲しくなるわ。ずっと気を張り詰めていたらいつか倒れてしまうわよ。君もそう思うのか？どうやら息抜きすることを学ぶのが私にとって一番の課題のようだ。ああ、仕事をするときはしっかり仕事をして、休むときにはゆっくり休む。わかりやすく言えばお前ら二人を足して2で割ったような感じがちょうどいいな。なるほど。ありがとう。酒場は飲み物を飲むだけでなく気分まで明るくしてくれる場所だったのだな。だからリサとガイアは酒場が好きなんだろう。ええ、そうね。でもそれはバーテンダーが誰かにもよるわよ。今日は可愛い子ちゃんのおかげでジンを説得できたわ。あなたの口がとても上手だからでしょうね。それじゃあ私たちはこれで。機会があればまたここに来て息抜きをしようと思う。ああ、